えー、カプルをご覧の皆様こんにちは、うん、KTV アナウンサーの村川伊藤です。加藤美鈴です。お題がはいゴルフの魅力についてということでいいのかね我々がその重いね大きいお題をいただきましたね <laughs> そうですねえー、私はですね、うんえー、もう弱い50を前にして47歳の時から始めました、ねはいうん、今ちょうど8年ぐらいですかねうん結構でも 始めるの遅かったんですよ。え上司から「やれと、はい」<laughs> ということでね、はい、まあ自分がゴルフやるとは思わなかったけどね私は大学に入ってから泰道連という準体育会みたいなゴルフ部に入ったのでもう今年で。 それこそ七年ぐらいですね、えー、村川さんと同じくらいなんですけどいや、鹿野さんね、鹿<然>野さんすごいんですよ、えーえー、あのテニスをやってまして、ね、福岡の出身なんですが、はい、あの福岡で中学が優勝そうです、中学校県大会優勝 <laughs>、はい、高校が県大会準優勝 <laughs> すごい、覚えてらっしゃるんです、ね、すごいねいやいや,いやね もうあのテニスはすごいもうやりきったと思ってしまって<う>高校で,で何か新しいスポーツ始めたいなと思った時に家族がみんなするんですよゴルフをなので私もできるようになりたいなと思って大学から始めたんですよ、うんはい、でも全然下手なんですけどまだ大学のサークルではいそうですね女子部長みたいな<ー> <laughs> いやいやいやそんなかなり少なかったんですよ人数が。 なんかこう年齢問わずできるスポーツっていうのはこうありきたりなんですけど、うんうん、魅力かなと思いますね野さんと一緒に、ね、行ったこともあります,ね、はい、そうですよね。なのでこうゴルフに行くとこう親睦が深まるというか、うん、会話も増えるので、ね、全然仕事を離れて、うん、まあたあいもないことを大自然の中で語らうというねたまになんだけど。はいはい こう真空ことあるじゃないですか。<laughs> そうですね。あ、れはやっぱりこう残りますね。うんうん、確かに。私もあの先日。もう奇跡、なんというか、バーディー取ったんですよ。やっぱりそういうこう下手なんですけど。たまにあるこうミラクルというか。そういうことがあると、なんかこうやめられないというか。うん、またこうゴルフに行きたくなるというような。感じですね。だよね。うん まあ最近はこの新型コロナウイルスで,ねで、ねはい、なかなかこう行く機会もなくなってしまいましたがしばらく行ってないんですけどで私はねちょっとこう五十型を患っておりましてだから、もうかれこれ半年ぐらいクラブも握ってなないですな、うん、うずうずこうしたいなとは思わないですかレッスンものとか見たりしてもう理論的には完璧。 なんかすんごい今やったら上手くなってるんじゃないかっていうような気がしますけどね。ゴルフっておじさんのスポーツかと思ってたんですが最近若い選手の活躍っていうのがだいぶこう影響してるのかなと思ったりとか。 女性って結構こうゴルフのウェアが可愛かったりするのでクラブだったりウェアとかその形から入るっていうゴルフ女子も多いのかなって思いますね、うん、いや本当なんか、うんね、カラフルでおしゃれよね。そう,ねうん、そうなんですよなのでこうできればこう行くたびになんか新しいの着たいなって思うようよなな気分なんですけど女子はそういう楽しみがありますね、うん、かなと思いますね。 村川さんと一度行ったときもあの早朝ラウンドで行ったじゃないですか、ああいう大自然の中でしかも結構、ゴルフは朝早くからやるので自然の中でこう非日常な空間でなんかすごい開放感だったり <laughs> 爽快感っていうのはあるなと思いますね,ねそして、どんだけスタート時間が早くても起きるね <laughs> そうわくわくしちゃいますよね。 なんかゴルフ場に行くまでもワクワクする。ついてからのあのクラブハウスに入ってからもすごいワクワクしちゃいますね。前日から。<laughs> 本当ですか。<laughs> うん、子供のように。う完璧に前日のうちに準備を整えますからね。<laughs> わかります。なんか目標とかありますか。目標でも最近本当に鹿児島に来てからあまり練習には行けてないんですよ。ああそうか。そうなんです。なのであのこう。 ゴルフ行こうって言われるともう本番ぶつけ本番というかラウンドしちゃってるのでちょっと次百切りたいです<ー>なので次行くときはしっかり一週間くらい前から練習した方がいいですかねやっぱ練習はねもうすると全然違うらしいですよ, <laughs> いすよ、ね、はいいや始めた当初はもう本当にラウンドが決まって たら本当一週間二週間ぐらい前からみっちり練習して、もう,んうね、ラウンド前にどっか痛めるぐらい練習してましたよね。そうなんですね。最近のだと102と101なんです。だからちょっと100切りたいなと思ってます。いや今度いけるんじゃないですか。行 <laughs> けますかね。だいぶあのまた空いてるので。うん そうですね。ちょっと次は百切れるように村上さんに嬉しい報告したいなと思います。いやいや一緒に行きましょうよ。ぜひぜひ、うん、大丈夫ですか。目の前。<laughs> ちょっと頑張る。あぜひぜひ行きましょう。うん、そうですね。はい、ぜひ行きましょう。出世アナがうまいんだって？あそうなんです。出世さんとはあの番組の取材で、あの宮崎のシーガイアで、ええ、すっごい上手です。 ええーはい。でも、なかなか一緒に行ってくれないんですよ。行ったことあります。ない。ですよね。出世ちゃん、行きましょう。うそうですね。はい、足を引っ張らないように頑張りたいと思いますんで。んで一緒に行こうね。はい、でも、上手い人ってさ。はい、綺麗よね。<や>フォームが。そうですね。確かに、それは思いますね。いや、狩野さんも相当綺麗で。いや、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 いや。全然、全然。あの、出世ちゃん、プロから習ったって。言ってたから。えー あの青木功さんから習っていたっていうね,ね,ね。小さい頃から彼女はやっていたということなんで。んフォームすごい綺麗ですようん。たまになんかさ、自分のフォームをこう撮影したら見ると、もうがっかりする。はいや、はい、いや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 。村川さんもお上手ですよ。いや知識とか理論はバッチリ取り込んだから。あねはい、確かにあ<の>次は <laughs>。頑張って。行きましょう、行きましょう。はい。<laughs> ええー。 ゴゴルルフフの魅力伝伝わわっっったででししょううか <laughs> 伝わらないねないねねややぱりゴルフはやって楽しむもんだそすちょっと考えてらっしゃる方はぜひ一度、うん、もうあんまりね難しく考えないでいきなりいきなりコースに行くのはちょっと無謀かな、うん、少し練習してから行ったらどっぷりはまるんではないでしょうか、はい、さあでは次回は一、はい、人目は、うん、この人にしよっかな、はい、じゃあもう一人どうぞ。はい 聞きまーす。よいしょ <laughs> ちょっと待ってください。お願いします。はい。ではあのこっちのカメラですか。はい。え、田中さなやなにお返しいたします。<laughs> こちらは立和田君です。入社一年経ちました。はい。僕の成長どうですか田中先輩。<laughs> 絵もこんなに描けます。 っていうテーマでどうでしょうか。そうですね。<laughs> なかなかでしたよね。立の絵はよろしくお願いします。はい